回マイナス1 0 0ナス1 0 0には、ジェネラルダイナミクス社のコンベア部門が開発し、1953年に初飛行し、アメリカ空軍に正式採用された戦闘機である。愛称は、デルタだが、俗に、センチュリーシリーズと呼ばれる一連の機体の一つである。第二次世界大戦直後に始まった冷戦下において、アメリカ空軍は、 北米大陸に来襲すると想定されたソ連の各武装爆撃機を擁撃する目的で1949年から新型迎撃機の検討に着手した。1950年に MX1154 として新型迎撃機の提案要求が航空機メーカーで出され、コンベアシャアンが回 -102 として採用された。 開発契約は1951年に結ばれている。回 -102 の機体形状はインテークを胴体側面に持つ単発デルタ翼機で垂直 B 翼もミスミツバサと前作 X 回 -92 に続きペーパークリップ作戦によりアメリカに渡りその後コンベアに在籍していた西ドイツ人技術者であるアレキサンダー・マルティン・リピッシュのコンセプトが色濃く発揮されている。 1951年12月に UF-102 が正式発注されたが、これは試作機を表す Y 記号がついているものの純粋な試作機をパスしていきなり量産準備型の生産に入るクッククレイギープラン方式で開発急がれた。先に生産ラインを組みスローペースで量産準備系を製作しつつ並行してテストを行い、 結果を本格量産型にフィードバックすることで、開発期間の大幅短縮を目論むものだったが、基本設計に問題が発見された場合には、混乱を招くリスクがある。本機の場合は、ボマーギャップの解消を早急に行う目的と、先行して開発された X 解92のデータが活用できるため問題は少ない、考えられた。しかしながら口述の通り、本機は、 クッククレイニープランの最悪例になってしまった。海 -102 の最も有名な逸話にエリアルールの初採用がある。UF-102 の初号機は1953年10月24日に初飛行したが間もなく墜落し、開発は試作2号機の完成まで遅延した。UF-102 は10機製造され、各種試験、改装が行われたものの音速領域で、 衝撃波の発生により抵抗が急増する、抵抗発散のため、風洞試験の予測通り水平飛行で音速を超える、ことはできず、一時は計画中止も危ぶまれた。そのため十一号機、UF-102A 以降において、エンジンを p w j 五十七 p 十一 a B 水力六千八百四キログラムから同 p 二十三 7258kg に増強するとともに、中、ラングレー研究所のリチャード・ウィットカムが、発見したばかりのエリアルール理論をもとに、抜本的に改め設計して、ようやく音速を超えることができた。機体の断面積変化を滑らかにすると抵抗が減少するという単純な法則で、機体の主翼部取付部は断面積が急増するので、これを相殺するため、 胴体中央部のくびれとビ部の張り出しを設け、断面積勾配をなだらかにするもので、その他にも胴体延長、キャノピー変更、主翼の大きな前円ギャンバーとタンブひねり上げ等、別機と言って良いほど外観が変更された。電子装置の開発も遅延し、新型の各機完成装置 MX1179 の完成は間に合わなかったため、当初は、 深い -86D 由来の E-9、九、後の MG-3 を装備している。MG-3 は、後に、MG-10 に更新されたほか、1960年代に、入ると、政治システムの整備に従い、これとリンクし、半自動的容撃が可能となっている。UF-102A は1954年12月20日に、初飛行し、 翌21日には音速突破を果たしたが、すでにマッハ2級を目指したロッキード海 -104 が同年2月に進むぞらした後だった。実際にマッハ2を突破するのは翌年。量産型の海 -102A は翌1955年から配備開始されたが、クッククレギープランによって、すでに UF-102 用の生産軸が用意されてしまっており、 海1 0百2 a の量産にあたって、それらの大半を作り直さねならず、多大な時間的、金銭的浪費と資材の無駄をもたらした。固定基準はなく、通常弾頭型 AIM-4、ファルコン空対空ミサイルまたは、核弾頭型 AIM-26A ファルコン、最大6発を、機体下部左右側面を呼び、仮面の3つのウェポンベイに搭載し、 MK4 ファーマイティマウス2.75インチ空、対空ロケット弾24発を、ウェポンベイの扉を兼用する発射機に搭載できた。赤いマイナス100には、デルタ翼特有の広大な機内スペースにより燃料、搭載量が多く、超音速機としては、空中給油の援助なしでも、対空時間が長く紹介任務には適していたが、依然、アンダーパワーで加速性、上昇力に劣り、 また当時の電子機器の耐震性の低さから軌道に強い制約があり、対戦闘機戦闘は回避するよう厳明されていた。海い -102 の低性能は空軍を失望させ、より性能の優れた溶撃機器の開発が急務となった。新型の下機完成装置 MX1179 を搭載し、空力的改良とパワーアップも加えた改良型か -102B 計画は、 1956年に、イマナ -106 として、正式採用された。しかし非常に高価であったため、イマナ -106 配備数は340機に止まった。そのため空軍は、元来は別目的の機体であったイマナ -101、戦闘機を保管目的の溶撃機として、正式採用している。また練習機型 TF-102A も111機が製造された。 当時、カイマイナス 86D、イマイナス89、カイマイナス94といった全天候戦闘機の訓練には T-33 とレーダーを装備した B-25 が使われていたが、Z 機への移行とアビオニクスの操作の訓練を別々に行う飛行率が指摘されていたこと、またそれらのパイロットを将来的にカイマイナス1 0人に移行させるためには、米空軍では、 実用機が本機しか存在しないデルタ翼の離着陸時の公営 OA などの操縦特性を教育する必要性から二重操縦装置を持ち教官と訓練生との一疎通の容易なサイドバイサイド配置の本が開発された。同様にサイドバイサイド配置を採用した超音速戦闘機の練習機型にはイギリスのライトニングの例がある。 胴体全部を再設計したこと、キャノピー形状の問題から発生したバフェッティング対策として、ボーテックスジェネレーターを付加したこと、さらには練習機としての用途を満たすために、速度よりもしの改善を図ったことなどから、最高速度は高度38000フィートで、マッハ0.97となったが、浅くダイブをかけることで音速を突破できた。水平飛行で音速を突破できなかったことは、 当時としては、致命的な問題とみなされたため、当初の目論みである実用戦闘機との兼務は、放棄され、短座型と同じアビオニクスは搭載せず、完熟飛行の訓練のみに用いられることとなり、イ1 0百2アンペア装備の飛行体あたり2機の t f 1ス0 2 a が配備された。また、同じコンベア射程でデルタ翼の B-58、ハスラーの乗員の訓練にも使用された。 1955年より量産開始され、総計879機が生産された。アメリカ空軍においては、北米大陸防空が主任務であったため、国外派遣されるまで、交戦記録はない。1959年から、後継機である回 -106 の配備が始まったため、本土外への配備を開始した。西ドイツ、オランダのナトー諸国や、日本の横田基地、 板月基地、三沢基地などに展開している。なおその際には旧式となった海 -86D が同盟諸国に供与されている。1961年からは太陽国に進出し、アメリカ空軍がベトナム戦争初期に運用した戦闘機として、1962年から1970年にかけてベトナムにおける、 空対空戦闘に投入され若干の損失を出している。また地上攻撃にも使用された。なお海、海 -106 については生産数が限られたことから、海 -102 のような本土外配備はほとんどなされなかった。球体化した1969年以降はギリシャ空軍とトルコ空軍にも供与されている。トルコ空軍の回1 2は1974年の キプロス島中に起きたギリシャ空軍との戦闘で2機の海マイナス5戦闘機を撃墜する戦果を挙げているギリシャ空軍の海マイナス100人の戦果の記録はない。航空宇宙防衛軍団から1960年代後半より順次退役し1970年までに全機退役した。以降は空軍周辺において1976年まで運用されている。 第43代、アメリカ合衆国大統領ジョージダ・ブー・ブッシュが、テキサス空軍州兵のパイロット時代、1968年から1973年に、ベトナム戦争への招集を不当に免れていた疑惑で、スキャンダルになってい,いが、その時に登場していた機体が本機であった。アメリカ空軍所属機は、要背後200機以上が、 PQM-100 に M 人標的機器に改造され、1970年代を通じ精進された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。